感じですね。アオリイカのね、野猿釣りの魅力なんですけども、まあ、僕自身この野猿釣り始めても15年以上になるんですけども、基本的にアジに泳がせながら、まあ、当たりを待つっていう釣りなんですね。アジがこう泳いでて、でそれに応じてまあドラッグがジャッジャッジャッと出ていってると。でアオリイカが近づいてきたらもっとアジが暴れるんですよ。でアオリイカがアジを抱いた時に自分が安全にアジを捕食できるためにこうアジをずっとこう抱きながら移動するんですよね。そういう時にドラッグがジャーッとこう出ていくわけなんですけども、その時のもうドキドキ感っていうのがもう他の釣りでは何か得られないようなもうワクワク感というかね、もうすっごい楽しいんですよね。まあそこからまあ野猿を入れていくわけなんですけども、基本泳がしてるアジにはかけ針がついてなくて、まあ、最終的にはこう野猿を入れてその野猿のかけ針でアオリイカをかけるという動作にね、最終的には移っていくんですけども、そのなかなか思うようにいかないんですよ。アジをこう、まあ、抱くわけなんですけども、そこから捕食をし始めて、ちょうどアジのね頭をこう切り落として胴体にこう抱くぐらいのタイミングでこう野猿を入れるのが一番ベストなんですけど、そのタイミングがイカの大きさによって、まあ例えば1キロを超えるような大きいイカでしたらやっぱ捕食のスピードも速いですし、小さめのイカでしたら捕食のスピードが遅くなるので、まあ野猿の入れるタイミングが変わってきますよね。ですからそういった見極めであるとか、いろんな予想をしなければならないんです。今水中でどんなことが起こっているかっていうのをね。で野猿を入れていくんですけども、それでアジだけかじられてた時も結構ありますし、自分の思いがもう全部成功した時なんかはもうよっしゃっていう感じで、すごい嬉しいことも今まで何回も経験してるんで、だから他の釣りとはちょっと違った、まあ、古典的な釣りなんですけどね。僕はこの野猿釣りがすごい好きで、この釣りはもう一生やめれないでそんなぐらいの楽しみがあって、まあ今ずっと野猿釣りやってるんですけども、抱いてますね。おお、おお、すごいすごいすごい。このね、今アジにこうイカが抱いてるんですけど、このゆっくりゆっくり寄せてくるんですね、糸を。こう出したりしながら、この時のこのドキドキ感がもうたまらないです。これヤインを投入します。ヤインが海中に入るまでは手を離したらダメですね。
おお、野猿が到達したかな。おお、すごいすごいすごい。よっしゃ。おお、テンションをね、緩めないように。やったドキドキですね、これ。はあ、そこそこのサイズですね、これ。よかった、ドラグがね、鳴り出してからのこのヤインを入れるまでのこの、なんて言うんでしょう、このプロセスがね、これたまらないですね、これ。いや、嬉しいな。今回使用してますこの新しいアオリスタなんですけども、まずこれ軽くて細いんですよ。で、重量で言いますと、まあ、全モデルに比べまして、約 20g 弱ぐらいの、重量減になってますから、もうとにかく軽くて扱いやすさもすごくいいんですよね。それとこの穂先ですね、エキサイトトップ搭載されております。これこう振動をね、増幅させる機能を持ってまして、もうアジの動きですね、今アジがどういう風な泳ぎしてるんかっていうのがもう目で見て分かるような、そういう機構になっております。それともう一つはこのスクリューシートですね。リールががっちりと緩みなく固定できるので、大きなね、イカが買っても安心して、ファイトできる、これも大きな特徴になっております。そしてリールなんですけども、アオリスタ CI4-2500 使ってます。今回のね、このラインですけども、 P ラインを使用してます。セフィア G5 の、0.65 を使用しています。高比重 P ラインということで、比重がだいたい 1.3 前後ということなんですね。従来の P ラインですと比重が1以下なので、まあ、水面をこう漂うような感じで、アジが深く潜ろうとするとやっぱりそれが抵抗になったんですけども、比重が重い分、まあ、海中にこうラインが入ってくれてるので、アジの泳ぎにも負担かけないんですよね。で、一番のメリットは、まあ、伸びがないんですよね。もうアジの泳ぎがもう一目瞭然で分かるんですよね。それと特にハルイカの場合ですね、あの下り周りにこのすごく藻が群生しているところがよくフィールドであるんですけども、例えば餌となるアジ自体が藻に潜ったり、アジを抱いたイカが藻に潜ったりってする時って結構あるんですよね。で、そういう時ナイロンラインとか、プロライン使ったらどうしてもこう伸びるので、なかなか藻からその引き抜きにくいんですけども、 P ラインはほとんど伸びがないので、クッと引っ張ってやるとその藻からスッと抜けてくるので、まあ、そこも一つメリットですよね、 P ライン使う。それとあとこう野猿を入れる時なんですけども、まあ、竿の感度がいいのも手伝って、このスルスルっと滑っていってクンって止まるような、そういう感覚も手を伝ってね、伝わってくるんで、もう P ライン使ってから野猿釣りが全然変わりましたよね。この外ガイドのロッドを使うとなると、どうしてもガイド絡みがね、気になるんですけども、今回のこの新しいアオリスタは、穂先の一番の部分ですね、 X ガイドを搭載してますので、ガイド絡みが非常に軽減されてます。で、穂先の部分だけ視認性がいいようにイエローになってるんですけど、朝一番とか、まあ、日中でもそうですけど、あの夕間爪なんかにもすごく見やすいカラーですね。
大きい磯にやってきましたね。こう潮通しがねすごく良くて、ここ最近ではね結構アオリカも上がってるみたいなんで、すごく期待できそうです。よいしょ、よっしゃ、かかったぞ。よし、おお、この竿の曲がり、よっしゃー、うー、これキロぐらいあるんじゃない、これやりましたー。急ぎはギリギリで、野猿ちょっとヒヤヒヤしながら入れたんですけど、ロッドをオキエオキエ出してね、操作しながらテンションかけてたら、コツンってね、野猿があのアジに到達する感触が伝わったんです。やっぱり感度いいですよね。で直後にギュッってね、サーブが入りましたんで、グッと合わせ入れたら綺麗にね、このアオルシタ曲がりましたね。イカがこう逆噴射してグッと持っていった時でも安心して溜めれるんですよ、このバットがね、柔軟なんで。だから安心してやり取りできますし、やっぱりロッドがそういった素直で柔軟なんで、やっぱり右でも少ないですよね、フィーライン使ってても。いやー、このロッド、ますます野猿釣りが楽しくなりますよね。